第五章、離れから庭の植え込みを縫って一回りすると、大奥様と呼ばれる先代板谷純三郎の御家で、10日前に大川に落ちて死んだ弥十郎の母親、お礼の住んでいる部屋の前へ出ます。うち中の者に会ってみようと決心した平次が、第一番にここへ顔を出したのは、まことに当然の順序でした。用人に取り継いでもらうと、ここへ通すがよい。障子を開けさせて縁側の方を振り向いたのは、銭形平次も息を呑んだほどの炎色です。年は45と聞きましたが、陰影の深い細面で、素顔に近い油の乗った血色は、どう見ても35、6よりは上でなく、眉の後の青さもみずみずしく、紫色の皮膚を着て、淡然と白襟を合わせておりますが、絹に包んだ夜光の玉のように、その輝きは隠すすべもありません。これも後で聞いたことですが、先代の連れ合いで、僧侶の問答を生んだ正室、お玉の方というのは、由緒も立派な家の出でしたが、そう美しいというほどの奥方ではなく、僧侶を問答を産んで間もなく他界し、その後純三郎の妾であったお礼は、板屋邸に入って問答の身の回りの世話をしているうち、進める人があって仮親を作り、お上筋は武家の娘ということにして、板屋家の御妻に直り、間もなく弥十郎を産んだのです。板屋家に入る前、お礼はつい目と鼻の先の南部様押下屋敷に囲われておりましたが、その前身はいわゆるお羽織といわれた辰巳芸者の一人で、延命高等に隠れもなく、いろいろ浮いた取り沙汰もあり、板谷純三郎に惹かれても、幾匹かの狼がその黒板塀の外をうろうろして、不気味な噛み合いを続けていたといわれております。板谷家の奥方、お玉の方が亡くなって、妾のお礼が屋敷に引き取られてからは、さすがに浮いた評判もなく、お礼もまたよく身を慎んで、純三郎の恩寵を一身に集め、さすがと言われる行状でした。夫純三郎の死後は、右発の尼さながらの身持ちで、世間は申すまでもなく、屋敷の尊敬を集めている有様です。とんだことでございました、奥様。平次は靴脱ぎの上から丁寧に挨拶しました。銭形の親分、私は不思議でなりません。せがれは馬術が自慢で、あんなことで溺れるはずはなく、それに杉本様の信用もどう考えても尋常ではない様子です。もし人様の手にかかって死んだものなら、板谷の家に少々のお咎めがあろうとも、下手人を探し出して二人の恨みが晴らしてやりたいと思います。銭形の親分。お礼のあげた目は濡れておりました。この上もなく堅固に暮らしているといっても、辰巳のお羽織だった昔の面影が厳重な表情の間を漏れて、甘く優しく悩ましく相手を打つのです。ごもっともでございますが、殿様を恨んでいる者のお心当たりはございませんか。平次は平凡な常識的なことを尋ねました。そんなものがあるはずもありません。親の口からは申しにくいことですが、せがれはどこからどこまでもよくできた男で、誰にでも立てられました。それはおそらく親バカの言い草とばかりも言えません。板谷弥十郎の人柄はともかく、腕も器量も全く並々ならぬ好青年武士であったようです。殿様ご不慮の後、ご当家家督はどうなりましょう。やはり名目養子の園江金次郎様が乗り込んで後を取ることになりましょう。親類方は頼りと一緒にするつもりでいるようですが。門戸様は？あれは武士嫌いの学問好きで、少々変わっておりますから。お礼の方はこのママ子を物の数ともしないのでしょう。ご舎弟の弥十郎様とお兄上の門戸様との仲は？
肌合いは違いますが、仲が悪かったとは申されません。それにモンド殿は学問好きだけに、母親の私を大事にすることはよく知っております。言い回しは変ですが、マハハの産んだ弟に家督を譲って学問に隠れたモンドは、高校者として世間に噂されていたのでした。丁寧に挨拶して縁側を離れた平次は、若党の三之助と庭木戸の前で旗と会いました。32、33の小粋な男です。あっしは三之助というものさ。このお屋敷に奉公して3年になるが、殿様も大奥様もご隠居のモンド様もそりゃいい人たちだな。ご用人の松坂さんはぼんやりしているようで思いのほか目が届くが、大奥様が陰からいろいろ気を配ってくださるから、そんなことを言うのでした。平次親分、ちょうどいいところへ。その絵金次郎様が見えているが。噂をされた用人の松坂彦六は、庭下駄を突っかけた20歳前後の青年武士を案内してきました。色の浅黒い知的な感じのするなかなかの男前で、これならば頼りの連れ合いとして3500石の板焼けを継がせても差し支えはないと思わせます。平次は丁寧に挨拶してやり過ごすほかはありません。町方の御用聞きが大旗本の屋敷の中で、まだお客扱いの武家に無遠慮に物を尋ねることもなりません。その絵様の屋敷は。後ろ姿を見送りながら平次は若党の三之助に尋ねました。赤坂だ。当園のその絵金之丞様のご次男で評判のお方だが、3日前まで甲州へ行っておられたはずだ。甲州勤番の兄さんの御用でな。三之助もこの青年武士には好感を持っている様子です。親分、あの若い武家がゆんべどこにいたか、それを聞こうじゃありませんか。八五郎は妙に景色ばみますが、いや、余計なこった。下手人は一人だ。あの方は杉本という人は殺せても、10日前に馬に技をするはずはねえ。平次は頑固らしく顔を振るのです。第六章。平次は八五郎に案内されて、板屋家の塀の外の若隠居モンドの伊織を訪ねました。何、銭形平次、私に用事があるというのか。声はいかめしくて容赦のない冷たさがありました。内からさっと障子を開けたのは、25、26の総髪の武家というよりは烏帽子の浪人姿で、青黒い四角な顔、深い目、弱々しい体、知的ではあるが親しめないところのある人柄です。中の調度は簡素ですが、太夫に積んだ和漢の書物は素晴らしく、足の悪いモンドはその中に埋もれて一日一杯個人を友とし、妙理の外に悠々自適しているのでしょう。これがママ母への義理を立てて、3500石の家督を捨て弟に譲って隠居した名代の高校者と知らなかったら、気難しい貧乏武士暮らしにしか踏めなかったでしょう。足が悪いとか武芸が増えてだといったところで、それは明らかに口実で、それをまた小札通りに受け取って、出世の階段を一足飛びに何とかの神になろうとした野十郎の野心のたくましさや、ママ子の孝行を吹聴しながら、はばかり恐るる色もないお礼の無反省が平次の心持ちを太く暗くしてしまいます。杉本さんは人手にかかって殺されました。お心当たりはございませんか。私が何をしろう。温度は思いのほか素直に答えましたが、その言葉には何の含みもありません。板谷様ご家督はどうなりましょう。その絵金次郎という立派な跡取りがあるではないか。兄をつまらん、といったモンドの顔です。平次はそれ以上何にも聞くことがなくなりました。粘っていたところで、この人嫌いらしい変人に嫌な顔をされるだけのことです。親分、もう帰るんですか。モンドの陰卓を出て、
ふらふらと永代の方へ行く平次を八五郎は不足らしい顔で追っかけました。ケールよ、武家の揉め事はやはり俺の性に合わねえらしい。平次はそんなことを言いながら永代橋の欄干にもたれてゆらゆらと揺れている春の水を眺めておりました。まさか飛び込むんじゃないでしょうね、親分。おめえと心中するのは不足だよ。その上、あいにくなことに俺は泳ぎを知っている。ハチ、馬というものは生まれながら泳ぎを知っているはずだな。犬でも猫でも同じことだが、習わなきゃ泳げねえのは人間ばかりで、その馬が溺れたのはどういうわけだ。尻に吹き矢を打たれたぐらいで達者な四つ足が溺れすんのは変じゃねえか。へえ、この辺りに馬の先生はいねえか。ハチ、与作屋敷跡に小せえ馬場をこしらえて大坪流の権藤陽之助という先生が馬の稽古をしていますが、そいつはいい安兵衛だ。行ってみよう。そこから与作屋敷跡は一丁場でした。お勝手から訪れて丁寧に頼み込むと、何？銭形平次が物を聞きに来た？はあ、いいとも。ここへ通すがよい。取り次ぎも待たず奥から主人の声が呼び入れます。通されたのは奥の小部屋で、主人陽之助はさあさあなどと遠慮させない歓迎ぶりです。年の頃四十五六、中肉中背のよく日に焼けた連達な感じのする浪人者でした。平次の説明を一通り聞くと、なるほど、もっともな不審じゃ。不審を不審のままにせずに私のところへ聞きに来たのは、さすがに銭形平次と言われるだけあって見上げた心がけだな。恐れ入りやす。馬は橋から落ちたぐらいのことで、そう手軽に死ぬものでしょうか。それからお伺いいたします。馬というものは驚きやすいものだが、聖徳泳ぎは知っている。水馬の術などはその馬の性状を生かすのが主意で、重い鎧をつけた人間が馬に泳がしてもらう術と言ってもよい。まして大人瀬と言われた名馬が橋から落ちたくらいのことで容易に死ぬはずはない。すると、待ってくれ平次。落ちるにしても人を乗せた馬が仰向きになるのはおかしい。もろこしの絵には仰向けに落ちる馬の絵もあるが、水の上に落ちても立ち直らずに四つ足を上に向けてバタバタやっているというのは変だな。尻に吹き矢を射込まれております。それくらいのことではあるまい。橋の上で 2,3 度ぐるぐると回ったのは吹き矢を射込まれたためではない。馬は気が変になっていたのだ。汗びかな。汗び、なるほど、そこへ気がつきませんでした。よく庭木などにしている茶の木に似た木だよ。ちょうど今頃白い小さい壺形の花が咲いているはずだ。その花や葉を馬に食わせるとよだれを流して泥のように酔う。馬にとってはこれほどの恐ろしい毒はない。もし汗びの花か葉を食わせるか、その煮汁を貝場に入れて馬にやり、酔ったところへ尻に一本吹き矢を射込んだとしたら、馬は正気を失った気違いのように飛び出すに決まっている。水に落ちて助からなかったのもそのためだ。権藤陽之助の説明は丁寧でした。親分、ありますよ、その汗びという木なら、ちょうど板谷家の屋敷の裏に。八五郎は目の色を変えます。ありがとうございました。それで大方わかりました。平次は引き止める権藤陽之助を振り切るように丁寧に礼を言って外へ飛び出しました。第七章。八、おめえは板谷家の御家お礼さんのことをとことんまで洗ってこい。お羽織だった頃の色は言うまでもなく、板谷純三郎のお目かけのお礼が未浄。ことに男出入りを念入りに調べるんだ。20年も25年も前のことだが、そんなことは不思議に世間の人は忘れねえもんだ。親分は？おら、板谷家をもう一度調べてみる。急ぐんだぞ、八。へっ。八五郎と別れて、平次はもう一度板谷家に引き返しました。用人、松坂彦六を呼び出して、もう一度離れに入ると、
杉本智之助の死骸を隣の三畳に移させて、六畳の部屋をまさに舐めるように調べ始めたのです。何を探すんだな親分。平次の態度の物々しさに驚いて、用人松坂彦六はあっけに取られておりますが、平次は一切構わず四方の壁を叩いたり、縁側の板の隙間を一枚一枚調べたり、全く気違い沙汰の探索です。はった。平次はとうとう歓声を上げました。床の間の敷板をござを張ったままポカリと引っ張ぐと、その下に一尺五寸四方ほど床板を切り抜いた穴があり、その穴をのぞくと床下の土はきれいに掘られて、中腰になって歩くほどの道がついております。道の尽きるところに一枚板があって、それを押すと何の苦もなく庭へ出るのでした。驚いたことに床下の道はよく踏み固められ、出口を塞いだ板の内側には用意の草履と下駄が一足ずつ備えてあるではありませんか。杉本智之助を殺した下手人は離れの戸締まりを内から厳重にした上、この床の間から地下道に降りて何の苦もなく逃げ去ったことは言うまでもありませんが、その前からこの地下道は離れに住んでいる杉本智之助が頻繁に使っており、下手人はそれを知って密室の殺人の逃げ道に利用したのでしょう。平次はなおもあちこちと歩いているうちに、裏庭の隅に茶の木に似て六尺余りに伸び、白くて小さい壺型の花をつけたアセビを見つけました。よく見るとその木の枝がところどころ折られ、花もひどくむしり取られたらしいのもひしひしと思い当たります。親分、みんなわかったぜ。そこへ飛び込んできたのは勝ち誇った八五郎でした。あの行い済ましたご皇室のお礼というのが底辺な女だろう。平次は先をくぐります。その通りさ。お羽織芸者の頃から色が何人あったかわからねえが、深間というのは農薬者の杉本智之助で、食卓へ入り浸っていたのが、板屋家の奥方が死んで、あの女が乗り込んだ時はお腹がポテッときていたというから、間もなく産んだ弥十郎は誰の子だか分かったもんじゃね。世間の噂じゃ弥十郎の顔は色白でのっぺりして杉本智之助そっくりだということです。そんなことだろうと思ったよ。それからしばらくあの農薬者崩れは足を遠のいていたが、ご主人の陣之助様が年を取って少々よぼよぼになると、うめえことを言って板屋家に乗り込み、謡の師匠だか用人だか居候だかわからねえように暮らしているが、殿様を締め殺した後は何だと。これは世間の評判ですよ。証拠があったわけじゃねえが、杉本智之助が乗り込むと間もなく殿様が死んだのはただごとじゃあるめえというものもありますよ。よしよし、それで大方わかった。このまま帰ってもいいが、平次が馬鹿にされたと思われるのも嫌だから、ちょいっと筋を通していこう。来い八。平次はアセビの枝を一本折った上、どこで見つけておいたか打ち割った竹切れの三尺余りもあるのを七八本大事そうに抱えて、板屋家の塀の外の若隠居門戸の家へ縁側から声をかけるのでした。板屋様、いらっしゃるでしょうね。これをご覧ください。障子の隙間から入れますよ。汗びに吹き矢だけの割ったの。あっしには何もかもみんな分かったつもりですが、慌てて腹なんか切っちゃいけませんよ。あっしは何にも言いやしません。武家の意地や対面やつまらねえ義理はでいきれいだが、旦那のなすったことは無理もねえ。よくわかりますよ。欲得づくのことと違って、あっしはこのまま帰って二度とここへは参れませんが、旦那は百までも生きて金次郎様と頼りさんの可愛らしい若夫婦の上を見てやっておくんなせ。なあに、あの女化けはあっしがちょいっと細工をしてここにいられねえようにしてあげますよ。じゃあ板屋の旦那。平次はそっと縁側を離れました。中ではあの気難しそうな板屋門戸、涙を流しながら畳にもろ手をついて障子の隙間から
御用聞き風情の平次の後ろ姿を拝んでいるのでした。帰る道々、八五郎の執拗な問いに答えて、平次はこう説明してくれました。あのモンドという人は少し古風で頑固だが、少年は立派な人だよ。ママ母に義理を立てて、一度は弟に家督を譲ったが、その弟弥十郎はママ母のお礼と官府杉本智之助の間にできた不義のことを知った時、どんなに悔しかったことだろう。だがことを荒立てたり、弟を手にかけたりすると板谷家の破滅だ。そうかといって官府の子が板谷の跡取りになり、何とかの神に任官するのを黙って見てはいられなかった。汗びと吹き矢で運を天に任せた細工はそのためだよ。その博打がうまく当たって弟の弥十郎は誤って水死したことになったが、まだ父親を殺した杉本智之助がぬくぬくと板谷家に入り込み、自分の部屋に外から鍵などを下ろさせて、床下の道から夜な夜なママ母のお礼の部屋に通って不義の楽しみを重ねている。ふとしたことから近頃になってそれを知ったモンドは我慢がなりかねて、ゆんべ友之助のところへ忍んで行き、面と向かって責めたに違いあるまい。友之助はつべこべ言って逆ねじでも食わせたことだろう。我慢のなりかねたモンドはそばにあった友之助の脇差しを取って一思いについた。そうしてうちから戸締まりをして、あらかじめ見定めておいた床下の道をくぐって帰ったという段取りではねえか。なるほど、それでみんなわかりましたよ。モンドは古風な人間だから、憎いとは思っても母と名のつくお礼には手は出せまい。こいつは俺の手で何とかして板谷家から追っ払い、あの可愛らしい頼りをその絵金次郎と目合わせて、モンドの貢献で板谷家を建ててやりてえところだね。ほら、昔っから言っている通り、武家のいざこざやはでぇきれいさ。モンドのような人間も好きじゃねえが、あの人のいいところを買って今度は黙って引き上げる気になったまでのことだよ。これを聞いたら世間じゃ俺たちのことをバカと言うだろうよ。その代わり橋を渡ったら、おめえの馴染みのあのうちでちょいっと役払いに一杯やらかそうじゃねえか。女房には内緒だよ。馬と人を飲んで、のたりのたりの春の夕日によどむ永代の下を眺めながら、平次は首をすくめて苦笑いするのです。野村古道作、銭形平次取物控えより、邪連の償い。書室オール読み物、昭和25年1950年4月号より。全文読み切り。